僕って人間が人間らしいのっていうのはバカなことをすることだと思ってるんですよね。まあ、そもそもガーシーと揉めたのっていうのもつい連絡を取ってしまったっていう話ですよね。ガーシーさんって要するに親友の高橋さんのために僕を攻撃したわけじゃないですか。でその時思ったのってね、思ったわけですよあ、これ誤解を招く表現なんで、中国が世界を支配するよりはアメリカが支配した方がもう幸せな世界になると思うので、うん、世界的にはね、多分ネットを中心に統一国家ができていくっていうのがロングレンジの歴史の流れの中に僕らいると思うんですよね。はい、立花さんとお話しした後再生したいと思いますよね。つぶやいてますよね。非合理な周りが止めることを結構やるんですよ。で傷ついてたりするんで何を目指してこう30年ぐらい走ってきたんですか。自分がちょっと流れを変えて世の中が変わったみたいなことをやりたいと思っていて、なんていうか、あお手上げました。田原さん来た。ご無沙汰します。だからニコ動がね、そういう意味ではそのネット文化をなんか民主化したっていうか一般化したっていう部分って結構多いんだよね。でそれも勝手になった部分もあれば、実際に僕らが意図的にやった部分もあって、顔出し文化っていうのを完全に僕らが、まあ、それこそひろゆきとね、打ち合わせをしてこれでいこうっていうのでね、実際監視をして、なんか荒れそうになったら、はい、それをコメントでさらに守ってめっちゃ人力でやってたんですよ。人力でやってた。いや、コメントさらにかぶせて褒めるみたいな、うん、まあ、でもだから、そのこう、いや、重点監視対象の人がいると変なコメントがあるとバンバン抜くっていうのをもうスタッフ貼り付けてやってたんですよ。この子は重点監視対象にしよう、嫌な思いをしてやめてしまったら困るから、なのでもうスタッフが横でついてて変なコメントがあったらバシバシリアルタイムに削除していくっていうのをやってたんですよ。やったやった。思うのってさ、その当時の空気ってさ、もうみんな忘れちゃうんだよね。で、その当時の空気で、僕らが何をしたかっていうのを忘れて、今の価値観で、過去を振り返るんで、うん、で、そこで誤解ですごい生まれると思っていて。なるほど。よく言われるさ、ひろゆきの、その賠償金支払い問題みたいなのってさ、未だにネットで言われるけど、あれで賠償金の問題が本質なんじゃなくって、2チャンネルの削除がめっちゃしにくかったんですよ。うん、で、そっちが問題で、簡単に言うとそれを公の場で削除したいっていう言わなきゃいけないので、まあ、セカンドレイブみたいな感じになっちゃうんですよね。なので、事実上それを使うのとか非常に難しかったっていうのがあって、で、それは、ま、ひろゆきと話して、ちょっと対応してよっていう話、これ、まあ、相当話して、やってもらったんだけど、ただその時にね、みんな忘れてるのは、ひろゆきのやり方って、別にひろゆきの意見じゃなくって、その当時の2チャンネルユーザーの、これを守るのが常識だっていう世論があったんですよね。みんなそれを忘れてるんですよ。何を守るのが常識だっていうんですか。いや、だから、これはネットはネットのルールに従うのと。例えば昔のおかしな文化でいくと、音楽を作るネットユーザーは、ジャスラックに登録したら裏切り者であるっていう文化があったんですよ。そうそう。だから、ジャスラック登録してないから、カラオケとかにも入らないで、なんかネットの中だけでわちゃわちゃと。で、曲作ってもネットの中で使われるけど、カラオケとかに入んないし、別に儲からんよね。ライブで使って、なんかライブでちょっとお金入るよねぐらいっていうのが、昔の文化だったんですよ。うん、でもそこをジャスラック登録 した方が、クリエイターお金儲かるよねっていうので、そう、ジャスラックの、偉い人とかを呼んで生放送配信やったりして、で、クリエイターも呼んで、じゃあ、やっぱり登録した方が得だよね。で、登録したことでデメリットってあんまりないよねっていうのをみんなに見えるようにして、で、ちょっとずつジャスラックに登録する、その音楽クリエイターが増えてったっていうのを作ったんですよ。結構やったよね。で、それで、ニコ動っていうのはさ、なんか、作業対応してくれないとかって言われてるんだけど、実は、ネットでそもそも、人のコメントを削除するのは絶対ダメだっていう文化だったんですよ。うん、全体がね、こう2個だけじゃなくてネット全体が、うん。で、その中で、やっぱり誹謗中傷コメントは削除するって方針って、多分ね、最初に出したのがむしろニコ動ぐらいだった、うん。で、それはその当時のネットの、津田大輔さんとか批判されたんですよ。うん、むしろ削除することを。そう、言論封殺だっていうことで。一番最初、そうそう、言論封殺だっていうので。うん、で僕らはそちらの方に舵を切ったんだけど。うん、でも結局それはやっぱりその後ね、そういうリベラルの人たちも含めて削除は当然だっていうふうに変わったんですけど、うん、
で変わった人たちがね、ニコ動の削除の記事は甘いってかっていうことで、今度逆に批判するようになったんだけど、うん、でも最初にこういうネットの世論に逆らって削除をするって決断 してるのは、ニコ動が一番最初なんですよね。割と川上さんがその当時言ってたことが、時間が経った後、確かに一理あるよなっていうのは結構あるんですよね。そうだね。だから、インターネットのブロッキングの問題とか、あの当時全く理解されなかったじゃないですか。もうあのブロッキングはしなきゃいけない決まってるよね。中国ってそのアメリカのサイトが運営できないから、中国国内のサイトがめちゃめちゃうまく回るわけじゃないですか。ウェイボーとか。で、ニコニコ動画みたいなサイトでビリビリ動画みたいなのができたりっていうので、で、中国国内の国民がそこの IT 会社にお金を払って、そこでうまくお金が回るようにして、で、出来上がったシステムを海外に出して、TikTok みたいなので、海外から外貨を稼ぐっていうモデルをやってるんですよね、うんうん、なのでやっぱりある程度鎖国した方がうまくいくよねっていうのは合理的にそうなんですよ。でネットって例えば検索すると無修正のエロ動画なんかいくらでも出てくるじゃないですか、うんうん、あれ日本の法律違反してるんですよ、うん、要は鎖国をしない限り日本国内で法律をちゃんとその施行することができないんですよね、うん、要は日本は無修正のエロ画像は禁止違法な国だよねって一生懸命法律作っても鎖国してない限り他の国のルールに流されちゃうんですよ。他の国の別にグー出してもいいじゃんっていう、うん、っていうのでその日本国内の法を守るとか、じゃあ日本国内の企業がちゃんと戦えるようにするんだったらある程度鎖国というラインは必要だよねっていうのを10年前ぐらいに川上さん言い出したんですけど、すっげえ叩かれてましたよね、うん、まあそうそうそう、なんかね、まあでもあれは叩こうとしてる人たちがいたからねまあでも実際その今スマホでじゃあユーザーがやることの 30% はアップルかグーグルに必ず取られてるわけじゃないですか。そのアップルに 30% 取られたりとか、アンドロイドでグーグルに 30% 取られたりとか、うん。なのでその IT 系が何かやろうとすると、結局アメリカに取られるようになっちゃうんですよね。で、サーバーも Amazon の AWS だったり、Google の GCP だったり、インフラもアメリカに払って、その上で動くアプリケーションの売り上げもアメリカに払ってっていうので、結局日本人の IT 会社が全員下請けになっちゃってるんですよね。っていう構造は長期的には良くないよねっていうのを10年前に言って、僕はその当時は理解してなかったんですよ。で、また川上さんがおかしなこと言ってやがると思ったんですけど。で、今になると確かにここまで差が開いちゃって、もう日本初でプラットフォームを海外で成功するのは無理だなっていう状況になっちゃったんですよね。でも中国はいくらでもプラットフォーム作れるんですよ。自分たちの国で安定した売り上げ上げて、余力で海外に行けばいいだけだから。いやでもね、そこら辺も誤解されるんだけど、僕は鎖国しろって言ってないんだよね。鎖国っていう考え方もオプションとしてあるよって言ってるだけで、うん、で僕自身は日本とかどうでもよくって、いやどうでもよくないんだけど、日本は頑張ってほしいんだけど、うん、僕は長期的にはやっぱ世界で戦争をなくなるためには世界統一した方がいいと思ってるんですよね、うん、で今統一するんだったらね、まあいろいろ問題あるけど、中国が世界を支配するよりはアメリカが支配した方がもう幸せな世界になると思うので、うん、だから日本とも早くアメリカの州になればいいと思うんですよね。だから僕は鎖国しようと思ってなくて、うん、むしろとっととグーグルとかが日本を支配すればいいんじゃないかというふうに思ってるんですけども、うん、それとは別に僕ゲーマーなんで、うん、この日本っていう国がゲーマーとしてどうやって戦うのか、多分世界的にはね、多分ネットを中心に、うん、世界は統一国家ができていくっていうのが、すごいロングレンジの歴史の流れの中に僕らいると思うんですよね。はい、で、それ紆余曲折あるけど。でもその中で、まあ、そんなに簡単に日本もね、なくなるわけにはいかないから。うん、じゃあ、そしたら何があり得るかなって言ったら、まあ、とりあえず、そのネットが、ローカル国家が支配できなくなるっていうのは、うん、防ぐ、としたら技術的に妥当な方法でブロッキングしかないなっていう、それだけの話なんですよね、うんうん、そういう先々のことを見てそう思って、その可能性があるなと思ってたっていうことですか。いやいや、とかゲームとしてそういうルールでしょっていう、僕はそのゲームのルールを説明してるだけで、はいはいはい、で僕はどっちだっていいんですよ。なんかね、なんか世の中文系の人ってなんか目的を要求するじゃないですか、うん、なんか例えばこういうところに出るのもどういう目的があってこの番組に出てるんだろうっていうことを深読みするわけでしょ、はい、みんな、はい、でこれ文系の人は独自なんですけど、はい、なんか別にそらどっちでもよくって、うん、僕はただなんとなくここに来てるだけで半分騙されてそうですよ、別に深い考えなんかないし、うん、
いや、というか、深い考えとかやってたら、その、立花さんのとの対談なんかで受けるわけ。受ける、そう、まあ、受ける、そうだ、やんないですね、普通はね。やんないでしょ、うん、で、それで、まあ、そもそもガーシーと揉めたのっていうのも、たまたまあの時入院して暇だったから、はい、ネット見たらね、なんか僕のことが言われてると思ったから、はい、でついなんか興味で連絡を取ってしまったっていう話ですよね。うんうん、そこに深い読みとかないわけですよ。ゲーム感覚でやってるんですか？いや、ゲームっていうか、なんか、みんなね、なんか損得で行動しようとしますよね。僕そういうの嫌いなんですよね。損得で行動するって、例えばお金儲けをすることを中心に考えてる人って、うん、それって僕は人間じゃないと思っていて、うん、なんかそのお金を儲けするマシーンになってる、うん、なんかお金儲けのイデオロギーのなんか奴隷みたいになってると思っていて、うんうんうん、僕って人間が人間らしいのっていうのはバカなことをすることだと思ってるんですよね。ほうほうほう合理的、非合理的なことをするのっていうのが人間らしいと思ってるから、うん、だからね、あんまり考えたくないんですよね。何かのためにやるっていうのは。だから周り、普通の経営者の人と確かに立花さんと対談ってあんまりやんないかもしれないですけど。やんないですよね。まあ、それでもあえて非合理な選択としてそれやるのがまあ面白いし人間だろうってことですか？ああ、そうです、そうです。だから僕が考えてやるって基本的にゲームだと思ってるんで。うん、で、僕は、例えばひろゆきと一緒に組んでやろうと思うのって、うん、普通絶対組まないなと思ったわけですよ。うん、コンプライス精神っていうか、なんかちょっと自分の身が可愛かったりだとか、うん、みんなそういう思い込みで決めちゃうじゃないですか。うん、でも僕はそれは、まあ、できる気がしたんですよね。うん、だからそういうプレイをやってみよう。ゲームとして。そう。ひろゆきさんと、なんか、あれですか、ひろゆきさんと、まあ、お仕事ニコ動やったじゃないですか。まあ、その後、根に持ってたかもしれないけど、一回別れたじゃないですか。いや、別れたってやめてもらったわけなんですよ。定期的にゲームやったからしてますよ。はい、定期的にね、この間もなんか、パリで会ってたっていう噂あるじゃないですか。うん、そう。それは、なんか、あれなんですか、まだ仲良しなんですか、なんか仕事やろうとしてるってことなんですか？いや、なんていうのかな。いや、でもね、パリ行った理由はね、なんかね、まあ、これ雑談なんで。雑談で言える範囲でしてください。言える範囲でくださいよ、ちょっともう。最新の話も。いや、なんだろう。いや、こういうこと言っていいのかなわかんないですけど、あんまり誤解招くとあれなんですけど、はいはいはい、まあ、ガーシーさんって、要するに親友の高橋さん。うんうんうん。のために僕を攻撃したわけじゃないですか。はいはいはい。で、結構リスクがある。これ、まあ、これ明らかに恐喝でしょう、みたいな方法でやって。で、その時思ったのってね、もうちょっとね、なかなか、まあ、ちょっと、かっこいいなと思ったわけですよ。これ誤解を招く表現なんで、あまりこういう話、ちょっと。まあ、ちゃんと大丈夫なように言ってくださいよ。はい。まあ、だから、任侠とかとして、フィクションとして見た場合はそうかもしれないですね。やり方とか良くないし。物語としてね。犯罪やっちゃいけないけど。なんかちょっと友情、ちょっとかっこいいな。その心持ちの部分どうですね。そうなんですよね。やり方は違うけどね。で、その後ね、実は僕、なんとなく影響を受けて、うん、自分を反省して。影響受けたんですか？影響受けちゃった。おもろいですね。はい。で、なんすか？影響受けちゃって、うん、なんかね、まあ、だから小学校か大学まで、一緒だった友達って僕、人だけいるんですよ。うん、でも、ここ、7、8年ぐらい、付き合ってなくって、うん、時々向こうが連絡が来るんだけど、無視してる相手があって。うん、無視してるんですね。いや、それね、無視する理由あるんですよ。正当な理由で。ほうほう、普通は絶対無視します。ほうほう。あ、いろいろあるんですね。いろいろあるんですよ。ここでは言わないけど。普通は絶対無視します。はい、だけれども、まあ、やっぱりここまで縁があるんだから、やっぱり付き合おうかなと思って連絡を取ったりだとか。ガーシーさんきっかけで。あ、きっかけで。なんか友情見つめ直してんじゃん。何なんですか？ちょっと、人間関係を大事にしようかなとか、思って、はい、で、それで、僕がサラリーマン時代の人とレトロって、まあ、その後会社作って、それ以降一回も会ってない人がいるんですよ。もう20年以上も会ってない人ね。うんうん、そういう人とちょっと連絡を取って会ったりだとか、うん、なんかね、ちょっと若干気持ち悪いことを、いくつかしてしまって、はい、その方でひろゆきにも会いに行ったりとか。ガーシーさん家に友情を見つめ直して、昔の当時ひろゆきさん会いたくなって会いに行ったんですか？いや、何やってんですか？ちょ、いや、ほんと誤解を、うん、誤解を受ける。また、やり方とか、はい、犯罪行為じゃダメですけど。はい、そうです。まあ、それはね。そこの部分に関しては、ダメだけど、根の部分。ちょっとね、ちょっとそれは、もう自分も、ちょっとね、
考えてしまったわけですよ、自分の言い方に対してね。っていうのをちょっとやっちゃったんですよね。で、友達のひろきさん、ひろきさん、今のどう思います？川上さんの。いや、川上さんってその非合理な部分が結構あるんですよね。で、ただ、目的を決めた後はゲーマーとしてすごい合理的に動くっていうのがあって。まあそうなんだよね。合理的に動くのはゲームになるよ。ね、だからそのゲームモードになった時にめちゃめちゃ合理的なんで、あのビジネスもすげえうまくいくんですよ。だから世の中なんかシリアルアントレプレナーとかって言ってる人いるんですけど、川上さんその着メロで上場させて、で、ニコ動でも動画の中ではあの日本で1位になって、で、今あの日本の高校の中では生徒数一番大きいですよね、N 校。あ、そうだよね。先生一番ですか？一番ですね。なので日本の高校の中で生徒数が一番多いので、何年かすると日本の高校生は N 校生が一番多いってことになるんですよ。ほう。っていうのをやって何個も成功させてるんですけど、なのですごく合理的なビジネスマンというふうに知らない人から見るんですけど、知ってる側から見るとまた立場さんとこ行っちゃったんだみたいな、あの人ポンコツだからなってみんな思ってるっていう、そこら辺のギャップが面白いんですよ。ちょっとやべえよ、今日もう川上さんいじって面白くしようと思ってたけど、また川上さん褒めたみたいになってまたこれ怒られるかもしれない、これは。いや、結局なんかその非合理な、いやいやそれやっちゃダメでしょっていうの周りが止めることを結構やるんですよ。で、傷ついてたりするんで。なんで傷つきたいんですか？何なんですか？いやいやいや、ちょっとね、考えたくないんですよ。合理的に考えるっていう自分が嫌なんですよ。うん。いや、俺まだ、ほとんど川上さん、おかしいんちゃうかなと思ったのは、立花さんとお話しした後、まあ、いろいろ感想言うのは自由なんですけど、また再選したいと思いますとかって言ってるの、この人、ちょっと、再選したいと思いますって、つぶやいてましたよね。まあ、そうですよね。いや、そうですよね、じゃないですね、普通に。ごめん、単純に、何回やったら勝負できるようになるのかなっていうのをちょっと興味あるんですよ。ストゲーやってる感覚なんだ。ストリートファイターズみたいな。ストリートファイターズみたいな。何度も挑戦みたいな。あ、そうそうそう。いや、でも、いろいろ思って、なんか、例えば、あれ、どういうルールだったら、立花さんとは、ゴールデンにかかるのかと思ったら、一個の方法っていうのは、テーマを決めて、で、お互い、例えば5分間喋るとか、お互い喋るっていう、方法だったら、まあ、なんとか勝負があるかなと思ったんですよね。でも、よく考えてみると、総主討論で大体そのフォーマットなんですよね。確かに。あ、だから、実際政治家って、多分、立花さんみたいな、手法を使ってる政治家って多分過去にもたくさんいたんだと思うんですよね。で、その結果、討論会なのに、お互い話し合わないっていう、すごい不思議な、今の、多くの討論の仕組みっていうのは、あ、こういう理由で、できたんだっていうのを思ったんですよね。そういう思考をして楽しんでるわけですか？なるほど。そういう思考になったんですか？あ、そうですね。まあ、僕ね、世の中の仕組みを考えて分析、構造とか分析していくっていう。分析。あ、そっか。そういう歴史だったああいうつまんねえ党首討論になってったのかもしれない、ね。なったんだなっていう。谷川さんみたいな人が原因なんですよね、絶対。ゆうきさんどう思います？いや、だからその話し合いで分かり合おうと思ってない人といくら話をしても、そこは分かり合うことはできないよねって大人になると気づくんですけど、うん、川上さん50過ぎてようやく分かり始めたっていう。いや、分かってないかもしれないです。また再生したいって。だってさ、討論は、ね、まだ分かってねえんだ。いやいや、いや、それ分かったんだけど、その分かった上で、なんか議論をする方法ってないかってことは、そういうの考えちゃうんだよね。うん。でも川上さんもともと人前に出るのすごい嫌だったじゃないですか。うん、若い頃に NHK で出されて、もう二度と出ないみたいになって。うん、で、ジブリの鈴木さんに、出て喋れると上手くなるから、訓練があったらやってみろって言われて出続けてますけど、うん、やっぱり僕、出ない方がいいなと昔からずっと思ってますよ。いや、それはね、僕も思ってんだよね。合理的にはね。合理的には出ない方がいいに決まってるっていう。うん、いや、やっぱ上手くないですもん。だその、川上さんが言わんとすることはこうだよねっていうふうに理解する人であればついていけるんですけど、うん、その理解する気のない人に説明するのが下手な度合いはあんま変わってない気がしてて。だから、なんでまたその、傷つくことをやって傷ついてるんだろうっていうのが不思議だなっていう。いや、別に傷ついてはいないよ。そうですか。全然。全然傷ついてない。ちょっと待って、すごい、めちゃくちゃ今日、まったりなんだけど面白くてですね。はい。残り20分ぐらいでやってきたんで、ちょっと何点か もうちょっと聞きたいってなので聞きたいんですけど、やっぱ今の空気見てて、はい、まず不思議だなと思ったら、これ、この番組の一問っぽくなくて、本当にひろゆきさんが、すげえまったりしてるんですよね。で、多分これはまあ長い付き合いがあるからだとは思ってて、
いや、ガーシーさんきっかけでその友情について考えたって神の頭もおかしいと思いますけど、でも、ひろゆきさんってやっぱそこまで、ずっとまあ長く付き合ってて、まあひろゆきさんもちょっとかなり癖のある人じゃないですか。それでも付き合ってて、何が魅力あるいはやばいところいっぱいあると思いますよ。あると思うんだけど、何がひろゆきさん付き合いたいと思わせる根源なんですか？いや、そんなに付き合ってないですよ、まず。そこまで深くない。何行くみたいな。いや、多分、一般的にそんなに付き合ってる感じじゃないと思うんですよ。うんうん、っていうか僕、基本誰とも付き合わないので、うん、で、僕の中ではひろゆきはかなり付き合ってる方なんですけど。一般のネタ、感覚するところのシェア大きいわけですよね。はい、そう、僕の方はシェア大きいと思うんだけども、一般的にはそこまで付き合ってる相手じゃないと思う。じゃあなんで川上さんのシェアが大きいんですか？ひろゆきさん。ひろゆきさんのシェア大きいんですか？川上さんの中で。いや、シェア大きいっていうか、だってあんだけ一緒に仕事してたらね、うん、シェアも大きくなりますよね。うん、何が面白いと思ったんですか、ひろゆきさん。面白いっていうか、ひろゆきってまあ、相当、多分嫌なやつっていうふうに思われてる人って多いと思うんですけど、で、実際嫌なやつの部分ってもあると思うんですけども、でも、人間として、悪ではないと思うんですよね。で、これの一個の僕、簡単な証明っていうのは、その奥さんだと思っていて、で、奥さんが別に結婚する前から、いたわけなんだけれども、あんだけ2チャンネルで、なんかいろんなことを暴露されて傷つく人が多いのに、ひろゆきの彼女の存在って一切情報出なかったんですよね。で、それは、周りの人っていうのみんな、知った人はそれなりにいたと思うんだけども、誰も出さなかったでしょ、うん、で、それって、やっぱり、ひろゆきが、嫌われていないからですよ。その、周りの人からはね。だそういう意味では、ひろゆきは、悪いやつじゃなかったっていうのが、一番大きいですよね。友達論としては。そうそうそう。根本で言うと。根本で言うと。そんな普通の人いっぱいいますがな。いや、まあ、世間からどう思われてるかって問題だよね。川上さんですね。世間から別に何も思われてない普通の人いっぱいいるけどさ。まあでも川上さんのその仕事の進め方として、そのめちゃめちゃ仲いい人を作りますよね。ああ、そうですね。要は勤務時間中だけで何とかしようじゃなくて、夜でもじゃあ打ち合わせしようぜって言ったり、土日とかでも一緒にこれやろうぜっていうので、ついてくるめちゃめちゃ仲いい人を作って考え方をある程度こう共有して、で、その人に丸投げして自分は引くっていうのを結構やりますよね。それより小学生の時はそうなんだよね。だから人付き合いがもう根本的に嫌いだから、小学校の時も高校の時も、基本ね、めっちゃ仲いい友達がいて、その人経由で付き合うんですよ。コミュニケーション苦手なんで。そう。トランスレーターみたいなの入れないと。そう。うん、だから一時期、なんかそういうふうにね、まあ、それこそ鈴木さん経由の、でしか人と付き合わなかった時代っていうのが。鈴木さんってジブリの。そうですよね。鈴木さん経由でしか付き合えない時代があったんですか？ありましたよ。いや、だって今でもそうじゃないですか、ね。今多分僕、業界で知ってる人って多分、そういうアニメ業界、映画業界の人の方が IT 業界よりも多分多いと思いますよ、付き合ってました。そうか、そのジブリの見習いっていう肩書きも一応説明しておかないとややこしくなると思うんですけど。うん。だから、ひろゆきと、なんか、だから、ひろゆきをね、辞めてもらってから、うんまあ、ひろゆきとは疎遠になったんだけど、うん、でもそれはひろゆきに、をなんかね、切って疎遠、距離を置いたっていうのとは違うんですよ。うん、そうじゃなくて、僕がニコ動から距離を置いたんですよね。もう一つ、ドワンゴから距離を置いたんですよ。うん、僕が。はい、それ、全然関係なくて、別にひろゆきとかじゃなくて、うん、ニコ動、ドワンゴと距離を置いたんで、ひろゆきとはしばらく距離があったんですよ。なんで距離を置いたんでしたっけ、その間。ドワンゴが嫌いだったから。なんですか自分で作ったのに。だからそうなんですよね。なんかね、やっぱり重荷だったんですよね。やっぱり僕はね、人の人生を背負うっていうのが本当嫌で、やっぱり経営者ってその人の人生背負ってながらそれを気にしないっていう精神的タフさが必要だと思うんですけど、僕それできないんですよ。背負ったら気にしちゃう。すごく重荷になっちゃう。うん、重荷になっちゃうし、頼られるし。で、ある意味、まあ、ドワンゴのビジネスモデルで全部僕が作ってきたわけだけど、いい加減にしてくれ、みたいな感じ。なんかもう。もう嫌だって。もう背負いたくない、みたいな感じですよね。で、創業者ですよね。創業者ですね。
変わったんですよね。いやでも創業者ですけど、まあ、さっき言ったようにあの僕が作りたかった会社じゃないから、もうドワンゴはそもそもね、うん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 、なるほど。でやんなっちゃって距離を置いて、まあ、ジブリで一時期見習いしてたっていうことですか、今の名前。まあそうですよね、あれ逃避ですよね、うん、ジブリに行ったのは完全な逃避ですね。あ、受け入れてくれたんですね。そうですね、うん、まあ僕らが知ってるのは、まあ、面白かったじゃないですか。え、何やってたんですかそこで。いやいや、あの鈴木さんの話し相手ずっと一時話してましたね。へえ、なんかちょっと謎だらけなんですけど、はい、まあ今もう本当残りも15分ぐらいになってきちゃったんですけど、え、ここまで結構ヒストリー聞いてきただけで面白かったんですけど、一個最後聞きたいのは、じゃあ今何やろうとしてんのかなってすごい興味あって、まあそう、どんどんいろいろ変わってきたんですか、ポコ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 。で、今の最近はどんなこと考えてるんですか、ばっくりでいいですけど別に。事業の話じゃなくてもいいですし。まあそういう質問よくされるんですけど、うん、あの、僕は常に考えてないんですよ。あの、だからその瞬間瞬間考えてたことがあるんだけど、別にそれって、あの、たまたまやってるゲームがね、うん、あの、な、いや、あの、まあ、あの、今だったら僕はツレガチとかやってるわけなんだけども、はい、あの、そういうような感じでやってるゲームの一つに、あの、その、あの、ビジネスのプロジェクトがあるだけの話で、はい、別にそれが僕の人生の中心にあるわけじゃないので、いろいろやってるゲームの中の一つ、こう、カセットがたまたまそれ入ってるだけで。入ってるだけですよね。ああ、なるほど。だから今やってると言われても、まあ、まあ、いろいろやってますけどね。うん。最近何やってるんですか、新しいことは。まあ、次もなんか、一個面白いやつ作ろうと思っていて、うんうん、それは、あの、ひろゆきと一緒にやろうかなっていうのを思ってるのが一個あるんですけどね。ひろゆきさんなんかやるんですか？うん、まあ、とりあえず、ここ、今日はここまで。今日はここまでか。いつぐらいなんですか、ざっくり言うと。いや、まあ、それもちょっと、ちょっと言えないです。振りだけ入れますね。めちゃくちゃ面白いですね。で、僕やっぱ話聞いて気になったのが、そんなのないって言われるかもしれないですけど、やっぱなんか、うっすらどんな世界を描きたかったのかなみたいのは、なんかじわじわ感じるとこあって、やっぱ聞きたくて、顔出し文化。うん、みんな今やるけど、当時ないものをやっぱ作ったと。で、そこになんかこう、まあ、なんていうの、ね、ちょっとじっとりした部分変えたかったんですか、引きずり出すみたいな思想があったとおっしゃったじゃないですか。なんかいろいろ話して、川上さんってこう、何を目指してこう30年ぐらい走って、できたんですか。いや、だからなんていうか、まあこれもね、過去になんか連載かなんかで話してて、そこにも書いてあることなんだけど、うん、あのみんな多分本気には取ってないと思うんですけど、うん、僕の中の自慢ってあのいくつかあるわけですよ。多分世間的には、うん、釈メロサイトを作ったり当てて、ニコ動を当てて、その教育でやってたみたいなことだと思うんですけど、僕の中で誇りにしてるものとかって他にもいろいろあって、で一個っていうのはなんかね、僕はボードゲームが好きなんですけど、戦国大名っていうあの、ね、ボードゲームの名作があって、はい、でそれはまあ16人でね、全国統一を目指すっていうことができるんだけど、はい、16人も集まらないから、はい、みんなそれやりたいなと思いつつも誰もやってないんですよね、はい、でそれを戦国大名のルールを変えて、通信で郵便船でやるっていうルールを考えて、はい、でそれで募集して、うん、でやったらみんなそれやりたかったから、うん、結構流行ったんですね。これすごい狭いクラスターの話ですよ、うんうんうん、狭いクラスターの話なんですけども、はい、そのブームを最初に作ったのは僕だっていう、そういうのが僕の本当に自慢したいことなんですけど。なるほど。面白い。もうちょっとそれを抽象度上げて話すのが面白そうですね。はい。いや別にすごい具体的な話でしょ。はい。でそれで その後ね、なんかパソコン通信の頃にね、ギャラクティックフリートレーダーっていうね、まあこれもオンラインのゲームがあって、まあオンラインゲーム本当の走りですよね。で僕はそれの初代チャンピオンなんですよ。でそれもなんかね、ゲーム内で新聞を作って、うん、でそのみんなを楽しませつつ、でそしてその情報を集めて自分が勝っちゃったっていうようで、最終的にみんなが批判もされたんだけど、はい、結構それもね、ゲーム内で新聞を作って発表するっていう文化って、ギャラクティックフリートレーダーの2回目3回目以降はもう誰かが勝手に引き継いで、それも文化になったんですよ、うん、でこれも僕のね、すごい自慢なんですよ。はいはいはい。で基本は
は僕はこういう感じで仕事やってるんですよ。だからその顔出しの、文化もそうですし、なんか、なんか、自分がなんかちょっと流れを変えて世の中が変わったみたいなことをやりたいと思っていて、だビジネスでもそれが一番の基盤ですよね。そっか、これ本当にちゃんとそういうの作って、これ作ったの俺だよ、わーいすごいだろっていうのが楽しいみたいな。うん、まあ、ね、自分はしないんですけど自分でひっそり思う。ひっそりよしみたいな。コミュ障なんで、自慢をするなんていうそんな怖いことはできない。こっそり思ってよしみたいな。そうそうそう。でもそれはなんか歴史に記したいとかそういう欲求はないですよ。さっき言った顔出し文化だって YouTuber さんがやってるみたいに、まあもう100年後から見たら YouTube が一般の人がタレント化していくきっかけだったって一行の記述になる可能性ありますよね。それはないんですか。歴史に名を残したと全く思わないですね。歴史に残したというか歴史に真実として転換点を作った正確な経緯を残したいみたいなのないですか。それは自分の全くない。自分でよしと思えればいいんですか。いやいや、 だってなんかそういうのってあるじゃないですか。なんか忘年会とかでね、うん、なんか一発ギャグやってめっちゃウケたとかっていう、はいはい、でそれですごい気持ちよくなるけど、別にそれ歴史に残したいと思わないでしょ。まあそうですね、まあ、そう言われるそうですね。そうですね、別にそれだけでいいじゃないですか。別に、はい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 、なんかせいでその後あの時は面白かったみたいなことがね、うん、友達の中で言い合うぐらいで全然十分で。なんでそういう人生観なんですか。やっぱり自分のなんか作った業績はですよ、なんかとても難しい言葉ですけど、ややまあ一般的な目線というか、ただ自分の作った業績は自分のものと思いたいとか、まあ、あるいはそれが大きいことだったら記録として残したいとかって思う経営者とかって多いと思うんですよね。なんでそういう人生観なんですか。まあ多分僕の趣味がね、多分ボードゲームだったからだと思うんですよね。そういう戦国大名とかね、まあタクティクスという雑誌があって、多分タクティクスって5000部ぐらいしか売れてなかったんじゃないかと思うんですけど、多分めっちゃ多分少ない部数でやってた、半分同人誌みたいな雑誌だったと思うんですけど、僕は自分の趣味っていうのが自分が本当に好きなものっていうのがメジャーなものっていうことって今までほぼないんですよ、うん、だから自分が好きなものっていうのは他人に理解されないっていうことを小学校の頃から思ってるんで、うん、他人に理解を求めようっていう発想がそもそもないですよね。昔から他人にはもう自分の楽しいこと理解されないっていう、自分の本当に好きなものを喋ると友達ができないみたいなね。それは言っちゃいけないみたいな。ひろゆきさん今のお話どう思います。あれでも川上さんってお寺育ちじゃなかったでしたっけ。うちの母親ね、僕はお寺じゃないですよ、僕普通の。ああでもなんかそこら辺の思想は昔からずっと影響を受けてんじゃないかなって気がしますけど、お母さんと仲いいし。まあそうだよね、なんかね信念の話とかずっと母親に聞かされてたからね。浄土真宗なんですか。浄土真宗ですよ。四国のなんか旅とかやってるじゃないですか、うん、お遍路とかね。浄土真宗関係ないけどね。やってるやってる。そう、割となんかそういうなんか日本古来文化が昔から当たり前だよねっていうところを口に出さないけどかなり根付いてる気がするんですよね、うん、考え方の奥底に。うん、まあそうだよね。なんかそのお金を稼いでなんとかなるもんでもないじゃないですか、その人類の流れの歴史みたいなのを考えると。まあそうだよね。そこでなんか1位になるとかよりも多分その 社会の一員としてある程度やれることはやれたよねっていうのでバトンタッチしてはい終わりみたいな。まあそうだよね。だからそういう感覚あるよね。なんかバトンをもらってバトンを渡すまでの間なんか一発ギャグでみんなを笑わせるみたいなことができればそれでいいかなっていう、うん、そういう思いでやってる。一生みたいな、一笑いみたいな。まあだったらそういうので言うので言えば歴史に名を残したいって思いが僕はねないわけじゃなくって、うん、僕ね、ひろゆきと会って思ったのは、あとはなんかね、他にもいろいろいますけど、例えば、ABEX 松浦さんとかって、これはもう本当伝説だと思ったんですよね。うん、こういう人っていうのもいないと。ひろゆきも含めそうだったんだけども。で、僕が思ったのは、これ100年後、なんか、ひろゆきとか、まあ、その他のね、堀江さんとか松浦さんとかって、僕は超能力を使う可能性があるなと思ってるんですよね。そう。どういうことですか。魔法とか使ったりだとか、超イケメンキャラになったりだとか、もう物語の素材のキャラクターになる可能性があるなっていう。
はいはいはい。そっか、前田記事みたいな漫画で、戦国武将が幕末の人がこう、過去となってるみたいな。そうそうそう。ああいう感じの、もはや本人かどうかわからない形で、名前だけ残っていく可能性っていう、のが、僕はあるんじゃないかと思っていて。はい。で、そうすると、ひゆきと、まあ、一緒にやってるとね、僕もね、その中の脇役なんかで実は出れるんじゃないかと思ってるわけですよ。うん、なんか。そのゲームの？そうそうそう。だから、紅葉軍艦のね、昔で言ったらね、山本勘助とか、はい、本当に実在してるかどうかも疑わしい。怪しい。感じのキャラクターぐらいにはなれるんじゃないかっていうね。そういうのは思いましたよね。あ、そう、そういう感じのポップな面白がり方で名前残ったら面白いな。そうなの、面白いじゃないですか。うん、でもそれは多分ね、本当の自分を残したいとかいうことが全く関係ないんです。それはでもなんでそっちは面白そうだなって思うんですか、その残り方は。いや、面白いじゃないですか。面白いですけどね。あ、そういう思いでやってるんですか。ひろゆきさんどうでした、今の聞いてみて。あ、だからその主人公になろうとしないんですよね、川上さんは。脇役でいたがるって。あ、そうなんですか。なりたくないよね、主人公。なんで脇役がいいんですか。いや、主人公ってみんな見られるじゃないですか。視線とか浴びたくないですよね。うんうんうん。あ、視線浴びたくないですか。よくあんな人前に出ましたね、視線浴びたくないって。本当ですよ。いや、本当酔っ払ってたんですよね。いや、よ。なるほど。まあ、経験ですよね。別にずっとそれやるわけじゃないし、うん、人生の中でそういうのがあってもいいじゃないですか。なるほど。面白い。え、ちょっと最後、ひろゆきさんに聞いてみたいんですけど、僕やっぱ今日一番面白かったなと思ったのは、うん、そのドワンゴのその顔出し文化、まあ、一般人の顔出し文化作ってたのってすごい、結構、カルチャーの歴史としては大きい変換点で、なんかこう、社会学史としては面白いなと思ったんですね。結構なマインドの変化につながってた。と、まあ、あと、なんかね、その、剣毛文化って、儲けてもいいんだっていうような文化っていうのは、うん、多分テーマとして、ひろゆきと一緒にずっと作ろうとしてましたよね。いいですね。剣毛、儲けていいんだっていうの、顔出し。そうそう。で、まあ、市政の人がそうやって儲けたり、顔出したりしていいんだみたいな。そうです、そうです。それめちゃくちゃ面白いと思ってて、川上さんがやってた理由は、さっき伺ったんですけど、川上さんがそれをやってた理由は面白いなだけなんですか、それは。いや、だから、それね、みんなね、これはもうね、無理だと思ってたんですよ。うん、これを直すのは。うん、で、できると思ったんで。で、それゲーム感覚でそれやってた。うん。はい。でもその、日陰の人をこう、ちょっと、なんかネット民をこう出していきたいみたいな思い、さっき、どちらかから伺ったと思うんですけど、ひろゆきさんはどういう思いでやってたんですか、そこは。その文化の情勢は。でもやっぱ、できるかどうかで、できるなっていう、だからやってみよう、割とありますけどね。うん、まあ、できると思ったっていうのは、できるんじゃないかと思っただけで、本当にできるかどうか知りたかったっていうのあるよね。確かに。仮説を検証したいっていう。そう、実験だよね。実験だよね。まあ、でもそういうゲームっていうのはいっぱい素材が転がってる中で、なんでそこのテーマに挑んだんですか？いや、大きな問題だと思ったから、それで不幸な人がすごい増えてるし、理不尽な不幸な人が増えてるから、別にこれは潰すゲームっていうのは、できた世の中のためになると思ったからですよ。うん、それで理不尽な思いを受けてどういうことですか？それで理不尽な思いを受けてて不幸になってる人がいるってどういうことですか？いや、だから剣舞部下なんていうのは本当にお金を稼ぐだけでも怒られるんで、うん、であとはなんか実際には著作権違反とかっていうのを上げるんだけども、それに文句を言うやつが不正義だみたいなことで攻撃されるわけですよ、うんうん、もうそれも明らかにもうめちゃくちゃですよね。顔出しの部分はどういう理不尽とか不幸が起こってたんですか？そのネットの。そうです、そうです。だから結局炎上ですよね。うん、その顔を出すこと自体が悪いことだっていうことで、うん、常識を知らない人間だみたいな感じで、うん、攻撃をされるなんていうことですよね。そののが理不尽であると、炎上したらおかしいと。で、いいじゃないかと。あ、そうです、そうです。だから、それやっちゃうと、ネットに参加できる人が減るわけですよ。うんうんうん、すごい狭い人たちのものになっちゃう、ね。タコツボになっちゃう。それは良くないと。はい、タコツボになっちゃう。ひろゆきさんはどういう思いですか？まあ、いろいろあるゲームの中からその2つチョイスしたんですか？いや、でも結局その仕事って仮説がこうだよね。で、やってみようでうまくいくものもあれば、うまくいかないものもある。で、その、割とエンタメ寄りの仕事なので、その、なんか、チケットが何枚売れるためにはどうしたら何パーセント売り上げが上がるよとかではなくて、こういう人たちが楽しんだらきっと楽しいと思う人がいっぱいいるから、ニコニコ動画のプレミアム費500円を払ってくれる人がいるだろうみたいな。別にその500円払わなくても何も困らないサービスなんですけど、なんかニコ動っていいよね、好きだよねって思わせるロイヤリティしか勝ちようがないと思ったんですよね。機能で戦ったら Google に勝てるわけないじゃないですか、 Google YouTube に。なのでいかに思い入れとその僕たちと一緒にやってる感っていう仲間感を作るかなので、そうするとやっぱ顔見える人はやっぱ信頼が得やすいじゃないですか。だから YouTuber みんな音の顔出すわけで、
なので、そういう形で、その信頼感を出したいと思ってる人は、ちゃんと出せるようにすればいいし、顔絶対出したくないと思う人は出さなくてもいいっていう、選択肢をユーザーにいっぱい提供した方がいいっていう。二人ともゲームとか言いつつ、真面目なこと考えてんじゃないですか、ちゃんと。先生、あ、え？あ、どうも。こんにちは。よろしくお願いします。先生、あ、もう18時半だ。田原さん来た。あ、あ、ご無沙汰します。どうも。あれ、あれですか？あ、お疲れ様です。あれ、ご存知ですか？あ、もちろん、もちろん。こんにちは。あ、大変、お疲れ様です。じゃあ、まあ、とりあえず、ちょっと椅子、あ、ちょっと椅子すっげえ用意してあげて、ちょっと、あ、なんか、田原さんとじゃ一言だけ話してもらいますか？ちょっと椅子用意してあげて、すっげえ。何？私どっか行っちゃうの？あ、どっか行くの？あ、ご無沙汰してます。なんか、めちゃくちゃ面白いです。ご無沙汰します。あ、じゃあせっかくだ。皆様にお会いしたことあって、そっくりです、ね。あ、そうですか。ちょっとじゃあ、せっかくだから最後ちょっと雑談して、田原さん交えながら締めておしまいしましょうか。え、川上さんどういうお仕事でおつながりだったんですか？え、あ、ニコ動には相当何回も出てもらってますよね。ニコニコ動画で、朝まで生テレビのようなものをやっていただいて、で、司会田村さんやっていただいたりとか。そうですね。あと、取材とかにも、はい。一度、田村さんの取材で、なんか、記事を書いてもらったり。あ、そうなんですね。え、ニコニコ超会議とかも、田村さんしかやる。はい、そうですね。そうですよね。僕の声言ってますでしょうか。あ、ちょっと喋ってもらって。ひろゆきです。お久しぶりです。ひろゆきさんの声聞こえてます？なんか変ないね。大丈夫ですか？はいはいはい。はい。お久しぶりです。あ、よかったです。せっかくさん、最後、ちょっと座っていただいて、せっかく3人で喋って、その後締めていきましょうか。すみません。もう来ちゃったんで。でも、田原さん、ニコニコ動画で、はい、マドカマギカの二次創作ドラマに出たのって覚えてらっしゃいます？覚えてないな。あれ、すみません、ひどい。そんなことあったんですか？ドラマに出てもらうっていう、ひどいお願いをしたけど、ね。そうですか、ね、はい、ありがとうございます。田原さんと何年ぶりですか、川上さん。どうでしょう。もう5、6年は会ってないんじゃないかっていう。でしょうね。はい、そうですね。うん、田原さん、川上さん、どういう印象ですか、川上さん。なんかいろいろ今日、反省聞いたんですけど。まあ、全部しっかりした人は、これで。鋭い人だと思います。鋭い人。最近、なんか、政治の立花さんっているじゃないですか、高橋さん。立花高橋さんって政治のいるじゃないですか。と、対談したの見ました？いや、見てない。見てないですか？すごい、バチバチやって。あ、でも、いるじゃないですか、師匠になるべき人が。めちゃくちゃ議論強いですよ、田原さん。あのね、立花、ね、さんとはね、対談するようになったんだけど、見られなかった。その立花さんじゃなくて、NHK の方。NHK の。だから、田中圭をほら、失脚させた立花さんね。あ、そっちの立花高橋さんね。あ、まともな方。今度また一回議論したんですけど、なかなかうまくいかなくて、今度もう一回お話しするかもしれないらしいんですけど、こう議論でちゃんとこう、お話がすごい強くなるコツって何なんですか？どういうこと強くなって？ディベートとか議論でこう、お話がちゃんとうまくできること。川上さん、議論があんまり得意じゃないですよね。文章系の方なんですよね。まあそうですよね。うまくいくもいかないもん。だいたい議論ってうまくいくもんですよ。あのね、本音を喋れば、建前でやったらダメですよ。本音を喋れば大体うまくいくんですよ。本音を喋ったつもりなんですよね。全然喋ったつもりなんですよ。だって今、例えばね、日本の問題っていくつもあって、ね、80年代の日本は世界一番経済、はい、トップだと、はい、今なんでこれダメになったのかっていう問題でしょ。はい、それからまあ今大きな問題で少子化ね、はい、年間100万切ったら問題と言われたのが次に80万切っちゃったね。なんでこんなひどいのかっていっぱいあるよ問題。本音で話せばいいですか？え、本音で話せばいいですか？それを。そう、政治家は本音喋れないからね。本音喋ったら落選するから。川上さん常に本音ですよね。僕は本音です。本音ですね、はい、そこ別に政治家じゃないから守るもんないですもんね。まあそうですね。別に、まあ僕は政治家と違ってね、何か、失敗したとしても、それで、仕事で困ることがないので。でも、財産を失っちゃったら怖いみたいなないんですか、そういうの。例えば仕事で失敗すると、はい、普通の人だったらキャリアを失っちゃうとか、はい、あるいはまあ、経営者の方だったら財産を失っちゃうとかっていうリスクあるじゃないですか。そういうの怖いとは思わないですか？いや、でも日本の制度で、仕事で失敗して財産なくなることないですよね。普通の株式会社。経営いっぱいない？
あの株式会社の取締役。あの自分で事業をやってるんじゃなくって、上場会社の、経営者で、たとえ失敗しても、それで財産を失うことには多分ならない。よほどひどいことをしないければ、背任とかしたらまずいですけど。うん。うん。それで？はい。なので、そういうことで今の質問が、要するに財産を失うような、心配をしたことがないのかっていうことなので、はい、いや、そんな悪いことしてないんで。あ、そうか。悪いことしてないから失う恐れがないでしょうと。ああ、まあ確かにそれはそうですよね。はい。でもなんか叩かれるみたいなのは怖くないですか？なんかその、今こうネットで何か言うと、YouTube とか Twitter 何か言うとこう、批判されるじゃないですか。で、それは怖くないんですか？批判されるのはありがたいことだよ。無視されるよりはあればいいよね。無視されるよりはあればいい。あ、まあそうですね。それはそうですね。興味持ってもらう。あ、そっか。そういうマインド、出ればずっと政治番組の司会やれるんですね。そういうマインド慣れてます？いや、マインドっていうか、あんまり僕は身の回りの人しか関心がないので。あ、僕は番組のプロデューサーで言ってるの、はい。ね、批判が殺到する、とてもいいことだと。はい、無視されるよりはるかに、はい。まあそうですね。批判が殺到したら喜べ。おお、ひろゆきさんどう思います？これ。いやでもそういう視点でちゃんとやれる人がそんなにいないっていう現実の話な気がするんですよね。なんか田原さん以降に結局討論番組である程度ちゃんと視聴率が取れて回せてる人が現状いないわけじゃないですか。なんでだろう。なんか田原さんは簡単そうに言うんですけど、誰もできてないんだから本当はすげえ難しいんじゃねえのって気がするんですけど。全然難しくない。コツは何なんですか？コツは田原さん。あのね、一つはね、会社に属してるじゃない人は、やっぱ偉くなりたいのね。偉くなりたい人たちは、上に対して、ね、正論が言えないのよ。正論言ったら、偉くなれないからね。川上さん込みでいきなりになっちゃったのも話しそうじゃないですけど、本当田原さんと話そうと思ったら、今のに関わってて、まあ、今放送法の話あるじゃないですか。公平な報道とかメディアって何かみたいな田原さんってやろうと思ってたんですよね。うん、公平なんてインチキだよ。なんでですか？権力が公平っていうのは絶対インチキ。まあ、つまり、ね、権力の言う公平は権力批判を認めないってことなの。どんでもない。ひろゆきさんどうですか？まあでも結局だからそのテレビ局の人たちもサラリーマンなので、その政治家の人とかがその総務省の人に言われたら、そりゃ従うよね、クビになるのやだしっていうので、多分そのジャーナリスト魂みたいなものは置いてっちゃって会社員やってると思うんですよね。うん、でジャーナリスト魂がある人はもうテレビ局辞めてくわけじゃないですか。うん、なのでテレビ局の上の方にいる人っていうのはみんなジャーナリスト魂がなくなった人だってことな気がするんですけど。いや全く違う。やっぱりね。ほう。いやでもなんかついでなんで門川嗣彦さんの話もそういや聞いといた方がいいかなと思ったんですけど、川上さんに。やっちゃったものってもう責任取るべきだと思うんですね。まあ、それは法律論ですか。ただ僕が言いたいのがあるとすれば、忖度悪いって言いますけども、経営者の立場で忖度しない社員とかって使いづらいですよね。ワンマンじゃない経営者なんてクズだと思ってるんですよね。大したことできない。テレビ局っていうのは国から許可もらってやってる事業でしょ。だからね、縛り合いいっぱいあるの。でも縛り合いいっぱいある中でどこまで言論表現自由できるかって面白いじゃん。縛りがあるからこそ喧嘩できる。じゃあ偉い人もやっぱり良心に従って言えないのは当然だよねっていうので、正義とかを追求することが日本はできないのが当たり前だよねっていう諦めが多数派の考え方なのかなっていう気がするんですけど。いや、正義追求できますよ、この国は。3、2、1。こんにちは、リハックプロデューサーの高橋ひろきです。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。で、リハックではですね、サブスクのまったりリハックという、サイトもやっております。こちらはですね、無題とか、リハックスとか経済の森の、楽屋トークとかアフタートークみたいなものも、たまにちょこちょこ配信したりしてます。なんか本編だけ聞けなかったちょこっとした、ほんとちょこっとした話を、したり、でも意外にそこが面白かったりもしてます。あと、生配信とかですね、たまにやったりしてますんで、皆さんとこうダイレクトにやり取りしながら、お話をさせていただく機会も、
私非常に楽しみにさせていただいております。本当にいい、まあ全然登録しなくても大丈夫ですし、ちらっと登録してみた方は、登録してみてください。引き続きよろしくお願いします。Thank you.